ガーラナは、ムクロジカガラナ族のツル植物。原産地は、アマゾン川流域。果実は小さく丸く、棒状になる。花皮は、赤く、熟すると実が弾け、黒い種が現れる。ガーラナの種子には、カフェインやタンニンが豊富に含まれており、ここからアルコール抽出したエキスは疲労回復や、滋養競争に用いられる。グアラニー族は、種皮を剥いて洗った種子を粉にし、 寝て、固形状にしたものを必要に応じてすりおろして、湯に溶かし、砂糖で甘みをつけて、飲料とする。ブラジルでは主に飲料として盛んに利用されている。1921年、ブラジルのアンタルチカ社が、世界で初めてガラナの実の飲料化に成功した。日本では、ガラナを配合したチョコレートが競争材の一種として販売されるが、一般的には、 炭酸飲料である、ガラナ飲料が知られる。また近年では、ガムやタブレットに配合されたものが販売されている。ガラナ飲料の人気が高い北海道のコンビニエンスストアセイコーマートでは、プライベートブランドのガラナ飲料、ガラナサワー、ガラナバーを発売している。ありがとうございます。